えっとまあ、昨日の動画をまでを見ていただいたこと、前提ですね。まあ、あの、スコトーマとか、えー、そういった用語を説明してきます。けれども、スコトーマの原理をですね。別の言い方で今日は解説してみたいと思います。えー、人の脳は重要だと思ったものに、えー、あの六根子えー。そしてそこを認識。それ以外のものを。 スコトマとして隠してしまいますよということをあのこの前の動画その前前の動画で、えー、解説してきてますけれども、えー、今日はですねロックオンロックアウトという言葉とあとラスという言葉で,ですねこのからくりというか脳の仕組みをですね、えー、学んでいきたいと思うんですけれどもまあもちろんすでに学んでる方は復習ですけれどもね、えー、スコトマっていうのはまさに重要だと思ったものに対して ロックオンすることによってそれ以外の情報をロックアウトさせますよということでも覚えてください。だから一つスコトマで隠されている部分は実はロックアウトされているということですね。脳にはロックオン、ロックアウトの機能がありますよということを実はあの、えー、分かってきているわけですけれども、まさにそれがロックアウトされたところがスコトマですと。 ロックオンというのは重要だと思っている自分で認識しているものに重要だというふうに、えー、認識しているものだけをそういう情報だけを脳はあの認識しますよと取り込みますよということで、えー、ロックオンロックアウトロックアウトしたところがスコートマっていうふうにセットで是非学んでいただ,いて覚えていただきたいいと思いますで特に別に学校の勉強じゃないんであの穴埋めで出るんですがそういう話じゃないんですけれども一つ一つの用語を 独立してあの頭こう何て言うんですかね頭の中に取り入れるのではなく学びとして取り入れるのではなくこのコーチング理論を学ぶ時には是非そうやって関係性をですね抑えつつ学んでいくとより自分の中にどんどんこう取り込まれるスピードも速まるし理解も深まるんじゃないかなというところですね特にこのスコートマット心理的盲点に関してはロックオンロックアウトとセットで覚えると。でもう一つですね えー、この全体のこのフィルターのようなシステムですよねフィルターシステムというような言い方をするんですけど本当はラ、ま、ス、あ、っていうのはレキティラー・アクティベイティング・システムといって、えー、日本語で訳すとちょっと難しいんですけど毛様体不活系とかっていうんですけどね、まあ、その言葉を特にあの覚える必要はないんですけどもそのラスですよね RAS 先ほど言った言葉の、えー、頭文字を取って R「RAS ラス」という言い方を、えー、しますけれども。 そのラスというのはまさにロックオンしてロあの重要だと思うものに対して脳はロックオンしてそれ以外のものをロックアウトして隠すそれがイコールスコートマンの領域になりますよというこのフィルターシステムですよね情報が100来たとしても重要だと思っているものを何パーセントしかあの脳には届かないそれ以外の90何パーセントは届きませんよみたいなことで理解していただきたいと思うんですけどそのフィルターシステムが脳のこの,あのところにこうまあ 実際フィルターがあるわけじゃないんですよ。フィルターがあるわけじゃないんですけど、そういうようなカツ、えー、そういう機能がですね、脳には備わってますよ。と。それをラス、えー、というフィルターシステムで、えー、脳はあの情報を取捨選択してますよというふうに理解してください。ですのでスコトーマとロックオンロックアウト、それをそういうシステム全体のことをラスだというふうに捉えていただければ、この用語が、えー、立体的につながってくるんじゃないかなと。 もちろんこれは人間あの誰しもがですねあの持ってるこのフィルターシステムですけれども、えー、これはですねいろんなところで検証されてるんですけどなかなか脳ってこう検証するにしてもいきなりですねあの人間の脳をこう電極でこの辺だけ焼き切ってとかできるわけじゃないですよね。ですので、えー、m r f m r i みたいなようなあの血,血の流れですね血流の流れで。 ここが活性化してるここが活性化してるとかっていうその色の違いを見たりとかする仕組みっていうのは、えー、90年代から開発されてきて今はある程度いろんなところで使えるようになってきてますけどもそういったものでどこが活性化してるとかっていうものも踏まえて脳の仕組みっていうのはだんだん分かっているもののなかなかまだまだ研究の対象としてはこれからどんどん解明されていく領域がどんどん広がってきますよ。 という逆に言い方するとまだまだ解明されてない領域もまだまだありますよということで、えー、理解しておいていただきたいと思うんですけどもフィルターが実際あるかというとそういうわけじゃなくてフィルターシステムのような機能がありますよというふうに捉えていただければいいんじゃないかなと。で、えー、とこのまあラスとかロックオンロックアウトあとスコトマというもので、えー、この脳の仕組みをですね、えー、しっかりとこう、まあ、フィルターシステムがあるという意味でゴールセット 定が意味があるもんだという,ふうにせあの捉えていただくとそこもまたつながってきますよね。そしてじゃあなんで人間の脳はあの重要だと思ったものだけしかあの認識しないのかとこれはですねいろんなあの説明の仕方があります。トマウジャカセの説明の仕方で、えー、言うと脳は90%くらいは眠ってる状態ですとでまあ、もののその研究のレポートからすると。 3%ぐらい3%か5%ぐらいしか活動してないというふうに、えー、言われているものもありますけれどもまさに脳の,その質量がわかりますよね。できるとでで実際電気信号の,そのいわゆる周波数というかですねシナプスからシナプスに飛んでいくその。 えー、脳内物質とかそのいわゆる電気化された電気信号みたいなものを測れてどのくらいの,クロクあのサイクルかっていうのも周波数なのかっていうのも、えー、測ることができてそれをその脳の重さとシナプスの数ということを計算するとだからそれぞれそれそをフルフル回転さあの活動させるとどのくらいの電気を食うんですかっていうふうに検証したあのレポートがどうやらあるらしいんですね。そういった説明されれてますけれども その中で言うと、変電所1個分ぐらいの電気は必要なんじゃないかと。そんなね、我々、あの、脳は進化したけれども、胃腸は。もう普通の動物は哺乳類と変わらないわけですよね。一日、あの、食べて消化して、あの、作れるエネルギーっていうのは限られているわけであって。そうすると、脳が思いっきり活動してしまうと、過死してしまいますよね、というような説明を、友達博士は、あの、していただいています。ということで言うと、九十。 7%ぐらい眠ってて3%だけ活動してる3%の活動で我々あのいわゆる自分の外界自分の外側にあるあの世界を認識するという意味ではあのちょっと言い方がねいろいろありますけどもねあの自分の外側っていうのは認知科学的な言い方ではあるんですけれども自分の脳が感じてる世界をこの世界として感じるためには100%活動したら餓死してしまうので3%ぐらいで認識できるように。 過去の記憶を合成しながら現状を認識してますよねという方ですですのでなるべくエネルギーを消費しないように過去の記憶の合成で一回見たものはだから,脳の記憶から引っ張り出して見て見ないってことこです、ね、過去の記憶のデータベースを組み合わせて現状を認識するので脳はなるべく手抜きをするシステムですよそういう,そう,いうあの実は機能があるんですよということで。 このラスというフィルターシステムを捉えるということで、えー、理解していただければいいんじゃないかなと要は我々脳がフルフル100%活動したら餓死するくらいエネルギー食っちゃうんでそんなに食ってませんとあのカロリーをそんなに作あの食べてそういう消化できませんと。 だから脳はあの消化器官に比べて圧倒的に進化してしまったのでそれに合わせる形で、えー、人間の脳は手抜きをうまくするように、えー、進化してきましたよとそれがまさにフィルターシステムでありロックオンロックアウトでそこがロックアウトされたがスコト間ですよというしあの仕組みですよというふうに捉えていただければいいんじゃないかと。 どこに脳を働かせるかそれを1%でも活動すれば思いっきりエネルギー出るわけですよねそういった形で我々は無限の能力を持っている97%眠っている能力を少しでも開花させるだけでとんでもないエネルギーを出していろんな行動ができていろんなことができますよというそのエフィカシーにもぜひつなげてこの話を捉えていただければいいんじゃないかなと思います今日は以上ですありがとうございます